ヤギマサコは、テレビ朝日の女性アナウンサー。身長、169センチメートル。大阪府平方市出身。京都大学農学部資源生物科卒業。大学在学中、ミスキャンパスナビグランプリ2004で大賞を受賞。また、マコという芸名で、タレント活動もしており、テレビや雑誌を中心に活動していた。大学在学中に、 三放送アカデミーでアナウンサー養成の短期講習を受講している。2008年3月に兄弟農学部を卒業し、テレビ朝日に入社した。2008年7月未明に放送の速報。甲子園への道関東ローカルパートにて、同期入社の本町系、竹内吉江の二人と共に、レポーターとしてデビューを果たす。 2008年11月5日ボイス6記者発表会見で同期の竹内義恵本間知恵との女性アイドルグループ業務命令としてビーナスエスケープで歌手デビュー会見の場では早速振り付けを間違えてしまいましたまさか自分がこんな格好をするとは思っていなかったのですがやるからには頑張りますので本番をお楽しみにと抱負を述べた 2009年1月17日、回答。忍ビーナで、ヤギが登場する、アプリゲームが配信された。2009年2月28日、3月1日ボイス、6で、舞台劇デビュー。2009年5月24日放送の素敵な、宇宙船地球号にて、案内役のエコガールズの一員として、トヨタプリウス新型発表会で、体験試乗した。なお、 農学部生物資源科で学んでいただけに素敵な宇宙船地球号は学生の頃から大好きでいつか何かの形で関わりたいと夢見ていた番組永久保存版ですと素敵な宇宙船地球号ファンを明かした2011年2月27日に同局アナウンサーの野上新平と結婚2016年2月4日第一手段児が誕生 2019年3月1日、第二子の妊娠を発表。5月14日、第二子を出産。入社前は口述。ありがとうございます。